というわけでですね、今日は豪華ゲストを呼んで、最近のトレンドに切り込んでいこう。現役セクシー女優の木崎アリスさんです。木崎アリスです。セクシー女優引退されたねんね様です。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。なんか YouTuber とか TikToker とか知り合いないですか？いますけど、なんかそのやっぱ AV 女優だったらバカにされることが本当に多くて、ブロンドなんか告げたんですか、キャバクラどっちが告げたんですか、提案こそ言われたらさ、なんか男あさってるっしょみたいな。女の子から言われるんですよ。あ、女からね。俺めっちゃ見下してる。あ、めっちゃ見下してる。その発言は絶対見下してる。言ってストレス解消してるじゃん、女側が上から言って、それがムカつくってことだよ。はい、バカにされてもなんか逆にそれが商売だと思ってるんで、その見下されるのの一つの職業として認めないといけないのかなって思いながら生きてました。あら、あ、うちのスタッフです。あらら、じゃあ実際聞いてみましょう。ちょ、ここ座ってください。トライスのモモさんみたいな顔した人が入ってました。ですよね。めっちゃびっくりしました。実はね、この2人、実はこの2人ね、女性から見下される仕事してるんですよ。え、そんな仕事してます？あなたも見下してますよね。いや、全然、今見たので。見下してる職業って何だと思いますか？そんなのないです。いや、もう当ててみて。美味しい。でもすっごい可愛い。出たー。適当に可愛いってやつ。適当に。適当に。なんだろう。見下されてる仕事って言えば。正直。もういいっすよ、そういうの。言ってくださいよ、正直に。本当にないんです。私、ニート。いやでも、もう言っちゃいますけど、友達で風俗とか免税するまで働いてる人いません？ぶっちゃけ言ってください。ぶっちゃけ。だから現役なんて稼げないから、生活費それで稼ぐしかないんですよ。ぶっちゃけ、話を聞いたことあります。なんで免税？風俗とかですかね。はい、あの子そう働いてるんだってみたいな、はい、そういうことは聞きますけど、ね、正解はセクシー女優です。すごい。なんか、なんだリアクションがちょっと、なんだ、嘘っぽい。ちょっと。すごいって何がすごいですか？初めてお会いしたので、生で。あ、セクシー女優？はい。あ、あいつら闇の世界の住人だから、私みたいなきらびやかな明るい世界にはいないし。いや全然きらびやかではないですけど。だから一緒ですよ。演劇してあげてるわけですよね。女優なわけですよね。そうですね。女優なわけですから、仲良くしてください。あ、いいです。大変光栄です。見下せます。いい人間です。すいません。なんかいい子だったからちょっといじるの悲しくなってしまうじゃなくて。これが皆さん日常のやりとりですよ。本当は心の中で見下してる人と上っ面のこのコミュニケーションでした。これがこれ怒られるね。ちょっとごめんなさい、冗談ですからね。これ冗談ですからね、ごめんなさい。この方はすごいいい方です。はい、絶対そう思ってないんですけどね、普通はそういうのにさらされて嫌な思いをしてるって話をしてたんで、すいませんね、本当にすいません。この方はトライスモモさんに似てる、すごい綺麗な方で、皆さん何のあれもないんで、すいませんでした、本当に。とんでもないです。ちょっとカネさん怒ってたから、途中怒ってないです、怒ってないです。すいませんでした、本当に。先ほどのカニさんは、質がいい人間さんだったんで、でもなんか基本的になんかネットですごいアングラすぎる方とか、人誹謗中傷して方とかは見下しますね、やっぱ。なんか前に某相席屋さんに行ったんですよ、はい、で、なんかその VIP に行ったんですけど、大学生が混ざってきてて、で、なんか仕事何してるんですかって聞かれて、AV 女優やってますって言うんかい。だから、みたいな、女の子に、ゴミを見る目で。でもそれはあります、本当に。あ、この業界に入ってから、やっぱ、
ある程度女優って進んでる服と、なんか見た目主義になってくるんですよね、はい、見た目が。青春？あ、そうですね、とか表現とかでなってくると、なんかやっぱ街中歩いてたりとかしてても、なんかこう可愛い子とか見ても、なんかもともと可愛い子見るのすごい好きだったんですよ。ただ可愛い子とか見て、なんか自撮りの参考か、あ、なんかこの子短歌とのぐらいかなしか見れなくなっちゃった自分がいたっていうのが、この業界に来て一番良くない出来事です。え、ありません？あります。ありますよね。なんか純粋に可愛いんだけど、こいつどうやって生活してんだろうとか、こいつのギャラいくらなんだろうとか、とかになっちゃうんです。考えちゃう。そう。考えるべきじゃないですか。いや、でもそれはこっち側の業界で、なんか自分たちが見られて、それを他の人、関係ない人に当ててる英語っていうのも分かった上で自分たちがやっちゃってるっていうのが、ちょっと、なんだろうな、人としてあんまり良くないことの考え方をちょっとしちゃったなって。ちょ、結局その三上優愛さんとか桜真奈さんとか浅崎優愛さんとかぶち抜いたわけじゃないですか、深田由美さんとか。なんでなんですか、2人から見て、なんであの2人は、あのみんなあんなぶち抜いたんですか。別に可愛い人だったり、いろんな人いくらでもいるじゃないですか。自分の見せ方がうまいですよね。あ、見せ方うまい。深田由美ちゃんは大喜利お姉さんで、はいはいはい、バツくないですかとか、自撮りとかもいろいろ TikTok とか、それ自分の見せ方がうまいんだ。それプラス美貌プラス人との声、あ、なんか運とか、もともと持ってた。深田由美さんはもともと近いだじゃないですか。あ、バックグラウンドはね、三上優愛さんもアイドルですね。そうです。で、飛鳥きららさんはもともとなんか六本木のキャバクラとかでこう2年ぐらい生活できてた。だから2人はバックグラウンドが何もないし、友達もいないし売れてないけど、超きついこと言えないですか。でも事実なんで何も言えない。売れてると思うんですよ2人を。努力してるかもしれない。俺は何万とか行くわけじゃないですか。まあ、なんかイベントもさせてもらったり、撮影会したらお客さん来てくれるので。2人ともすごいと思いますよ。一番寂しいのは、言いました、表現しました、これは線に行かないですよ。売れません。死にたくなりますよ。え、そういう子たちは諦め潔くて違う道にすぐスパッと行けるのがちょっと羨ましいですよね。すごいことを言っちゃいますよね、悪気なく。どうなんだろう、なんか僕中途半端に売れちゃった、私は不幸だった。そうですね、僕は中途半端に売れちゃったし、で、みんなスタッフさんにもずっと言われてたんですよ、なんで売れたかわかんない。だから AV の人たちは使いたくなかったんですよ。あ、こいつ頭おかしい。そうなんです。でもなんかその時になんか僕あのムーディーズっていうところが出たんですけど、はいはい、そこのあのプロデューサーさんってちょっとおもろい子を使いたいっていう意思があって、でなんかたまたまその方が僕を見て、なんかこの子おもろいなって思って、その方がなんか引っ張ってくれて、あのちょっと僕日の当たるところに入れたんです、ちょっとだけ。でも僕がその時体型管理とかできなかったから、ちょっとあんま良くなかったんですけど。体型も関係ないと思うんですよ。まあちょっと、まあ、一番最初の作品とかいいね数とか、なんか2番目かなの時にいいね数が、なんかファンザでいいね数イコール売り上げなんですけど、あ、そうなんですね。で、いいね数がちょっとで1万ぐらい、いや、1万か、1万ぐらい来そうなんで。自分の作品とか見るんですか？見ます。見ます。なんでなんか恥ずかしくないですか？いや、思い出ですよね。なんかあの時の現場良かったなとか、すごいあの時を思い出して、なんか、おかずにしてます。自分の動画を ですよね。なんか、僕も一緒で、
思い出の一つとして、なんか自分があの現場で一生懸命頑張った断片として、うん、どういうテンションの時に見るんですかそれ。なんか、ヨーロッパ行かないなんかそういえば新作出たな、あ自分の確かに。で、なんかまあ、私は今あれですけど、その反省点として、あなんかここ悪かったなとか、ここの顔気持ち悪かったな、ここの顔悪くないなとかなんかこの顔悪くないなとか とか、演技下手だなとか一つの現場に対してやっぱ熱意込めてたんで、結構しんどいんですよね、あれ体結構。いや、みんなすごいしんどそう。すごいしんどい。何がしんどいんですか。もうなんか次の日現場もあるのに、現場あってでももう舌が痛かったりとか、あとはなんか体無理な体勢だったりとか。舌が痛いってのはどういうことですか。物理的にすられてるってことですかね。うん、結構物理的とか。ああ、きついね。生理中とかも関係ねえよみたいな。そう、海綿って言ってなんかまたみたいなのがいるんですけど、うん、それで疲れるとやっぱ若干痛かったりとか。暗いの。やめた今だからこそ若干戻りたい気持ちもある。ファンティア一人でやってるとネタが不足してくるので。なんか信用できる女の人の男の人と絡み取ろうとかなんでならないんですか。やっぱ現場のスタッフさんの方がプロなんで分かってるんですよ、はい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 、こういう風に写したいとか、はいはい、こういう風に写したらいいよねっていう、こう打ち合わせがしやすくて、なんかこうみんななんか大体バカにするんですよ、やっぱファンティアとかも。だからなんか、こんなん適当に撮ってればいいじゃん、タリマとか手首出してればいいじゃんみたいな感じで適当に撮られて、なんか待ってこの画角超ブスじゃねとか、これだと抜けへんやみたいなとかをなんかあんま分かってもらえない。なるほど。 AV だけ無料の AV がなんか無料の漫画サイトって結構悪しき文化としてされてるのに、無料の AV ってなんかまあいいよねっていう雰囲気があるじゃないですか。ないっすよ。ないですよ。あなただけです。いや、ごめんなさい。無料で見て勝手にやって。あ、できますよ。完璧です。ひどいですよ。悪い人だ。そう、あなただけですよ。今それがすごい問題になってるんですから。完璧です。はい。あ、確かに完璧です。ね、ミス AV ぶち切れてたわけじゃないですか。確かに。だって数百円とかで AV 買えるのに、なんでわざわざ無料で見るんですか。あ、でもだからバカにされてる気持ちがするってことですよね、はい、私たちそんな、うん、あの画質も悪い無料で私たち、うん、そんな レベルなんだと思われてるわけだから思わないです、画質が悪い、そんなすごいされてますけど、はい、無料で見るな、はい、見てるじゃん普段。そうなんです知らないですめっちゃ気になる。たまに買うとびっくりするの、画質の良さに。あ、俺あれなんか複雑な気持ちで話されてできる感じ。あれびっくりするんだよね、こんな画質いいな今っつって。今 4K8K とかありますから。そう、近くにいいんじゃないかって誤解することある。え、目の前いいんだみたいな。でもだって実際どうなんですか、売れたからって給料上がるんですか。でもそのランキングとかに入るんですよ、うん、でこう、はい、それをメーカーとか見るんですよ、この作品売れてるなとか言って、それで次の仕事につながるんで、お金は入る、直接的には入るんですよ、印税みたいな。でも次の仕事につながるんで。いやー、でもどうなんだろうね、 AV 女優の未来どうなんすかね。本当に結婚して消えるか、はい、ずっと本当に50、60までやる人とか、まあ、よく聞くのは結婚してなんか田舎の方に、はいはい、行くとか、まあ、レッドドラゴンで働いてる方もいますし、あとベリー行く人もいるよね。あ、そうですね、結構多いよね。え、それはメンデルさん考えたことないですか、あのベリーで働こうとか。そういう出ました。あ、働いたことあるんですか。いや、ないです。あ、ないですか。いや、なんか本当に切羽詰まる、進行後でやっぱキャラを薄くしていかないといけないよねってマネージャーさんに言われたときに、まあ、なんかその時ポコチャもやってたんですよ。で、ポコチャである程度収益を得てたんですけど、その時に考え方変わっちゃったんですよ、僕。なんで？え、なんか
その僕の活動でなんか AV 女優だろうが何だろうが応援してくれてる子とかなんか一生懸命になんかこう道を作ってあげたりとか後世の子に後輩の子に道を作ってあげたいっていう気持ちだけでがむしゃらになんか具体的な未来が目標がないけど動いてれば意外とファンって応援してくれるしその合間合間で人の命を救えたりするからじゃあ僕はがむしゃらに生きるしかないからじゃあがむしゃらに表無理やり立てるっていう感じです。いやいいと思います。尖ってるしねむしろアイスさんはそのなんかやっぱ思い行きが不安じゃないですか、はい、そうなってくるとだとなんか毎日なんかやっぱ減らったりとかしない？めっちゃしますよ。躁鬱がすごく躁鬱なんですよ。あ、そうなんですか。双極性障害を持っててだから気分の感情がだから僕今日来ないと思ってました。来ますよ。そうなんですか。約束してメンメンさんがいたから来てくれた。双極性障害の時ってこうなってる時の対処法どうすりゃいいかとか話してもまず話せる範囲でよければ。あ、ええー、むずいですね。どうしようもない。どうしようもない気がします。もうなんか眺めるしかないんですよ。なんか友達とかにもいるんですけど同じ感じで。なんか酔っ払ってこうもう鬱になってもう死ぬから死ぬからみたいな。もう止めるしかないし、じゃあ自殺するとか言い出したり。だからどうしようもないんですよね。薬飲んでもう寝かせるか。薬は何の薬？あの安定剤。質問です。メンタルが病んでるからそういう仕事って言ったら失礼ですけどメンタルが病んでるからそういう仕事をやるんですか？そういう仕事をやるからメンタルが病むんですか？どっち？僕が最初答えていいですか？はい、僕はデビューしたての時メンタル病んでたんで出てました。メンタルに問題がない人は選択しないってことですよね、その職業で。体感として同じですね。正常な人間はそういう仕事しないよね。はい、しないです。 AV 上位って差別されてもしょうがないよね、はい、ってことですねっていう回でしたよね。もうそういうことになってました。そうなっちゃいます。だから2人は友達とかにあえて何の仕事して何してるのって言われた時何それ言うんですか？隠した方がいいんですか？何も失うものないからなんか特に別に、まあ、親にはバレてないですけどなんか希望がないんです、将来言うんすか普段？自分言ってます、うん、言ったらまたなんかそれ非難にさらされるじゃないですか。別に非難にさらしてください。どうぞ。すげえ2人とも。うまく生きれなかった人間も認めてくれる社会はまあ、どっかしらの界隈で作りたかったので。え、2人に聞きたいですけど AV 女優の人でどんくらいメンタルって10人いたらどんくらいみんなやられてるんですか？ほとんどじゃないです。普通に正常な人って何人ぐらいいるんですか？でも見えないからやっぱその現場ではめっちゃ元気だけど家帰ってめっちゃ病んでるとかあるかもしれない。体感8割8割、9割くらいは鬱っぽい。なんか持ってると思う。じゃあすごい言い方も雑ですけど、はい、ああいう職業の人たちはちょっとおかしいよねっていうのは正解になっちゃうわけです。それは否定しないわけです。否定はできない。だって社会で生きるのうまくなかった子のことが来てるんですよ。男優はどうですか？男優もメンタルっていうかやっぱちょっとこの人おかしな人だなっていうのは10人いたらどんくらいな体感ですか？10人と10人あこの人なんか変だ、うん、それはなんかコミュニケーションであちょっとこの人僕も若干、まあ、普通の人ではないと思いますけどいや僕より全然変わってる人たちなんですか？搾取されてきた側で傷ついてきたけどうまく生きれなかったから口側が勢いで飛び込んじゃったのかなとか、あとシミ検査みたいな感じで、あ、性器が踏み込まれて。じゃあちょっと AV 女優三上由良さんみたいな AV 女優になりたいって言ってる女の人に最後一言お願いします。
飛鳥慶哉さんみたいになりたい、上原愛さんみたいになりたい、どうせようになれますか。で、あれやめた方がいいと思います。あれはほんの一握りの、はい、ほんの一握りのカリスマだけです。カリスマだけなんて読みを見ないでください。はい、今女の子の数本当に多いんで、そこで勝ち残れる自信があるならいいと思います。さっきの話を総括すると、めちゃくちゃバックグラウンドが強力だったらいいよね。天皇ですみたいな。天皇の親戚ですみたいな。そのぐらいがないと厳しいってことだね。いくら可愛くても、バックグラウンドがないと難しい。僕も同じで、あいにはすすめはないです。周りの人とをちゃんと考えた上で、行動はした方がいい。家族にバレてるんですか。あ、僕は最初にやる前に言いました。何て言われたの。やめてくれって。お父さんからあの、やめてくれって言われたんですけど、金がないし大学費払えないよねって。あ、まあ結局やめちゃったんですけど、で言ったら了承してくれました。論破したんです。そうです。だって金ねえじゃん。そう、お金ないから始めないといけないよみたいな。それ言われたら親御さんも何も返せないかもね。確かにね。今日の結論です。夜の仕事とか体を晒して金を稼ぐ人はちょっとやっぱ変。でもおかしい。あと AV にはお勧めしません。ただ最終手段で使うカードではあるよということでした。2人の貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。